取り返しいっぱい、全速前進。すごい、あの戦中艦、次元を意のままに利用して移動している。大日光総長、魚雷発射から総長、火撃攻撃を逮捕。全速太陽に向かえ。太陽、説明している暇はない、行くんだ。はい、了解、太陽に向かいます。波動砲の目標はあの太陽だ。敵のエネルギー流との連動で気がついたのだ。あれは太陽にカムフラージュした人工天体 SUS のエネルギー供給源だ。了解、目標太陽。波動砲発射用意。上条、お前のタイミングで撃て。はい、ターゲットスコープオープン。対ショック対先行防御、今だ、波動砲発射。ダメか。反応しています。待て。
人よ、我々はお前たちとは違う異種異根の生命体。我らが世界を維持せんとしてこの次元を掌握すべく使わされたものに過ぎない。使わされた。この世界はお前たちにくれてやる。支配するがいい。我々は支配などしない。共に生きる。それがこの世界なのだ。理解不能だ、人よ。終わったのか。わからん。今見たものさえ信じられない。一つはっきりしていることがあります。 SUS がこの世界に真実として見せたものは何一つない。我が親愛なるアマール市民よ、我々は尊い犠牲と宇宙戦艦ヤマトの活躍によってついに真の独立を勝ち取ることができました。この独立は我々の誇りにかけて永遠に守り通さねばなりません。ヤマトだ。ヤマトが地球に帰るぞ。あと5分で最初の超長距離ワープ開始地点に到着します。よーし、地球に向かって一直線だ。ワープ。移民船団帰還。よし、移民船団着陸完了後メンテナンスを急げ。12時間後に出発だ。あとはヤマトだな。ワープ完了。カスケードブラックホールを捉えました。画像処理転送。上下約30万4千キロ、左右約33万8千キロ、木星の倍以上の大きさがあります。あれが地球を飲み込むのか。まるで悪魔の唇だ。真帆、あいつの位置データをくれ。14時5分時点で中心部は銀河緯度8度3分、銀河経度5度12分。スピードは秒速2万9000キロ。太陽系外周に到達するのにあと3日。地球はその3日後に消滅です。急ごう、次のワープだ。長官、冥王星が飲み込まれました。
直径 2274km の冥王星が。画像処理をしてスローで再生します。化け物だな。地球に残された時間はあと3日です。いかんよ。私も残ります。なーに、人間いつかは死ぬんじゃ。わしは地球にいっぱい思い出が残っとるしな。これでいいんじゃよ。先生。じゃが、みゆきちゃん、お前さんまでいなくなったらお父さんは一人ぼっちじゃ。古代は愛する人が待っているからこそ戦った。ヤマトの戦いと旅とはいつだってそうだった。待っている者のためにあるとわしゃ思っとるよ。でも面倒じゃ。離れじゃ。わかりました。みゆきさんは行ってください。アナライザー、行ってください。宇宙戦艦ヤマト、ただいま地球に帰還いたしました。古代、ありがとう。すまなかった。サラダさん、時間がありません。最後の人々を一刻も早くヤマトに。わかった。長官、最後の移民船団が出発しました。あとは無事アマールへ着いてくれさえすれば。長官は？私は地球に残る。長官！私はね、科学者として最後までこの私たちの地球を見守りたいんだよ。これで収容は終わりか？いえ、真田さんの手配でフィールドパークへ向かった救命艇がまだ戻ってこないんです。フィールドパークって、佐渡先生やみゆきさんが乗る救命艇がか？ええ。戦闘班長、何やってるんだ？艦長の娘さんを乗せた救命艇と連絡が途絶えたそうなんだ。何？それな